こんにちは、トリカラチャンネルです。こちらはフェローチェではなく、アルゼンチンフォレストローチのオスの成虫脱皮直後です。今からちょっとショッキングかもしれない絵が映りますが、よろしければ引き続きご覧くださいね。脱皮直後のビュリアを冷凍保存しています。雨が冬眠している間に結構ストックすることができました。ブリアの他にもジャイアントミルワームやそのさなぎ、外骨格がメラニン化していない状態、つまり硬くなってしまう前の状態で急速冷凍することで、餌として適した状態での長期保存を可能にしています。直後の白いブリアを冷凍した後、それを解凍したら硬くなってしまわないのかと想像された方もいらっしゃることと思います。外骨格が硬化するのは酵素反応によるもので、冷凍することにより酵素の活性は失われ、硬化は起こらなくなります。